女優の高橋ひかるが、7月11日スタートの日本テレビ系ドラマ、高嶺の花。毎週水曜22時チルダで、民放ドラマに初出演することが決定。役柄の、コスプレ娘、姿が22日、公開された。高嶺の花に出演する高橋ひかるイコール日本テレビ提供式当日に婚約者の二股交際が発覚し、結婚が破談した名門かどうか、月島桃、石原さとみが、商店街の自転車店主、風間直人、峰田和信と偶然出会い、まさかの運命の恋に落ちていく同作。高橋が演じるのは、直人の自転車店、風間凛店の店先にいつもいるコスプレ娘、原田明優だ。明優は、直人の同級生で肉屋の店主、原田太郎、吉田ウーロン太の娘で、直人とは幼い頃からの付き合い。コミュニケーション障害の気があり、コスプレに逃げ込んだ明優を、父親や他の大人たちと違って、直人はすんなりと受け入れ、明。ほぼ直人のところが一番居心地がいい店に入り浸って、ほぼ、店番の役割を果たしている女子高生という役柄となっている。今回公開されたコスプレ姿は、ピンクのウィッグにうさ耳をつけ、魔法のステッキを手にした、魔法少女、風衣装のほか、ボブ。ヘアのウィッグに眼帯をつけた、ゴスロリ、風、青いウィッグにピンクのマント、虫眼鏡を持った、美少女探偵、風衣装など。これまで CM などで見せてきた清楚なイメージからは、新境地と言えるキャラクターだが、高橋は、毎回のコスプレを含めて、な、だこいつは、と目を引くような存在感のある表現をして、作品を盛り上げていきたいと思います、と意気込みを語る。また、数々の名作を生み出されている野島伸司さんが書かれる脚本で民放ドラマデビューを飾ることができて、とても光栄に思います、と喜びながら、最初、役作。理では明優の言動の一つ一つに込められた真意がわからず理解するのに悩みましたが、見た目とは裏腹にとても真面目で良い子な部分を持っていると感じました。月島、桃とプーさん、直人をつなぐ重要な存在だと思います、と意識。野島氏からは、明優はあっけらかんと思いっきり演じてほしい。とアドバイスを受けたという。主演の石原については、このお仕事を始める前からファンだったので、お会いできてとても嬉しかったです。誰とも分け隔てなく接してくださる素敵な方という印。どうです、と話し、峰田については、初めてお話しした時から雰囲気や話し方が役柄のイメージとぴったりで、あ、プーさんだ、と感じました。と印象を語っている。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。